どうも、研修エンターテイナーの藤本です。今回は敬語の基本、言い換え敬語10選についてお話したいと思います。社会人になってこの言葉遣いって難しいですよね。特にこの敬語に関しましては、尊敬語とか謙譲語とか、またいろんな言い回しもあって、なかなか覚えられない、難しいなという方は多いんじゃないでしょうか。しかしながら、この敬語はちゃんとできていないと、気づかないうちに相手に不快な感情を与えてしまったり、いい関係性を築けない、こんなことになる恐れもあります。ぜひ敬語の基本を押さえておきましょう。そこでこの動画では、尊敬語とか謙譲語といった敬語の基本、特定の言い換え敬語10選について理解することができます。この言葉遣い、敬語について改めて整理しておきたいなという方は、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは、仕事に役立つ情報やビジネススキルを日本一分かりやすく配信していますので、見逃さないよう今のうちにチャンネル登録しておいてください。では行ってみましょう。敬語の基本、敬語というと3種類あります。丁寧語、尊敬語、謙譲語です。小学校とかね、中学校でも勉強したと思いますけども、改めてこの3つの違いについて理解しておきましょう。まず丁寧語。丁寧語というのは、立場を関係なく物事を丁寧に伝えることで敬意を表す言葉遣いのことです。基本で言うと、です、ます、ございますと語尾をね、きっちりと終わらせるということが重要です。2つ目、尊敬語。尊敬語というのは、相手を立てて相手を敬っていることを表す言葉遣いのことです。相手を立てるということですから、相手の動作、また相手の物事に対して使う言葉です。主語が you の時に使います。あなたが、上司が、お客様が何かをする、その物事に対して使う言葉遣いのことです。基本で言うと、を何々になる、または何々られるというふうに終わっていきます。3つ目、謙譲語。謙譲語というのは、自分がへりくだることによって間接的に相手を高めるという敬意を表す言葉遣いのことです。自分がへりくだってたことですから、自分が何かをするとき、自分の物事に対して使うものですから、主語が I、 私がというときに使う言葉遣いのことです。基本は、を何々します、または何々させていただくというのが基本となります。例えば、待つという言葉ありますよね。待つという言葉の丁寧語はというと、待ちます。尊敬語はと言いますと、あなたはということですから、上司に対して、お待ちになりますかとか、待たれますかと使います。謙譲語で言うと、愛、私がということですから、お待ちしますとか、待たせていただきますというふうに使うわけです。これがまず敬語の基本、丁寧語、尊敬語、謙譲語ということでした。特定の言い換え敬語10選。特定の言い換え敬語って何かと言いますと、先ほど敬語の基本をね、確認しました。尊敬語、謙譲語のね、言い方です。ところが、いくつかの言葉には特定の言い換え敬語というのが存在します。これ10選と言いましたのは、こんな10個です。いる、する、言う、聞く、行く、来る、見る、会う、知る、食べる。この10個に関しては、先ほどの尊敬語とか謙譲語のような表現ではなく、特定の言い換え方があるので、これはもう覚えるしかないんですよね。ただ暗記ではなくて、こう口につけながら慣れるしかない。習うより慣れろと言いますけども、使って使って使って、ある意味当たり前になるまでやってみる。これが大事なんです。いきなり10個は難しければ、まずはよく使う1個2個で結構ですから、徹底して口慣らしをして身につけてみてください。では早速言ってみましょう。まずは、いる。いるの丁寧語は、います。尊敬語は、いらっしゃる。謙譲語は、おる。いらっしゃる、おる。いらっしゃる、おる。いらっしゃる、おる。2個目、する。するの丁寧語は、します。尊敬語は、なさる。謙譲語は、いたす。なさる、いたす。なさる、いたす。なさる、いたす。3つ目、言う。言うの丁寧語は、言います。尊敬語は、おっしゃる。謙譲語は、申す。おっしゃる、申す。おっしゃる、申す。おっしゃる、申す。4つ目、聞く。聞くの丁寧語は、聞きます。尊敬語は、お聞きになる。謙譲語は、受けたまわる。お聞きになる、受けたまわる。お聞きになる、受けたまわる。お聞きになる、受けたまわる。5つ目、行く。行くの丁寧語は、行きます。尊敬語は、いらっしゃる。謙譲語は、伺う。いらっしゃる、伺う。いらっしゃる、伺う。いらっしゃる、伺う。6個目、来る。来るの丁寧語は、来ます。尊敬語は、おいでになる。謙譲語は、参る。
おいでになるマイル、おいでになるマイル、おいでになるマイル。7個目、見る。見るの丁寧語は見ます。尊敬語はご覧になる。謙譲語は拝見する。ご覧になる拝見する、ご覧になる拝見する、ご覧になる拝見する。8個目、会う。会うの丁寧語は会います。尊敬語は会われる。謙譲語はお目にかかる。会われるお目にかかる、会われるお目にかかる、会われるお目にかかる。9個目、知る。知るの丁寧語は知っています。尊敬語はご存知です。謙譲語は存じる。ご存知です、存じる。ご存知です、存じる。ご存知です、存じる。10個目、食べる。食べるの丁寧語は食べます。尊敬語は召し上がる。謙譲語はいただく。召し上がる、いただく。召し上がる、いただく。召し上がる、いただく。さて、いかがでしょうか。10個の特定の言い換え敬語についてまとめてみました。もう一度確認しますと、尊敬語は You、 つまりあなたがに使う言葉、謙譲語は私がに使う言葉ですから、この尊敬語と謙譲語を混ぜずにうまく使い分けたいものです。先ほども言いましたけども、これは暗記するものではありません。口につけて覚える。先ほどしつこいくらいね、こう順番に説明しましたけども、口につけて身につけるように頑張ってみてください。さて、今回の動画いかがでしたでしょうか。よかった、参考になったという方は高評価、コメントよろしくお願いいたします。また動画作成の励みにもなりますので、見たよだけで結構ですので、コメントをいただけると嬉しいです。これから共に学び合い、より良いチャンネルにしていきたいと思っておりますので、今後も応援のほどよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。